はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日もドラゴンクエストモンスターズジョーカー3、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、前回はですね、2匹目の手下の方を倒して、2個目の鍵の方を手に入れたんですけど、今回はね、3個目の鍵をとりあえず取りに行きまして、あとはね、一旦町に戻ろうかなと考えてます。で、3個目の鍵が、あれ、こいつ捕まえたっけ？捕まえてないね。いやー、やっぱり攻撃力結構高いな。よしよし。よしよし、いいよ。っていうか、多分野生でも多分レベル16以上が出てる時点で、多分ね、こっちがね、それなりに多分レベル高くないとあれなんでしょうね。やっぱきついんだろうな。あ、いた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 。こいつだよ、こいつ。なんか目がハートなんですけど。あら、いい男ね。ブンドルズ様の忠実な子分、チャームパッド様に何かご用？ガーデンの鍵を探してるですって？あんたその鍵で何しようってんのよ。さてはあんたレジスタントに生き残りだね。鍵を奪ってブンドルズ様に挑むんだろ。まあ、その通り。ふん、あたい目がハートのうちはあんたの好きにはさせないよ。覚悟しな。とりあえずテンション上げときましょう。うん、相変わらず強いな、敵も。うわ、メダパニーやめて。よしよし。まあ、ルカニーもなんか、ただ素早さ高っ。よっしゃ、いいよ。よしよし、いいよ。いいよ、いいよ。こんな奴に鍵を奪われるなんて、いい男だと思って油断をしたわー。でも鍵は3つ揃わないと無意味よ。残念だったもんね、ぽーよ。グフ。いや、もうね、すでに2つ入手してるんで。っていうか、これあれかな、手に入れる順番間違ったか、もしかして。こいつよりもさっきのやつの方が強かったような気がしたな。あ、これ見えない道ね。あ、マジかよ。よしよし、いいよ。
とりあえず一旦町に帰りたいな。燻製肉、いいね。よし、一旦町に戻りますか。よしよし。よしと。で、あとアイテムをちょっとね、薬草はちょっとね、大量に買っとこう。で、あとはこのガーデンの鍵を持って、多分ボスに行くんだよね。キラーマシンやっぱり強いですね。うん、レベル12で、まあ、装備つけてるとはいえど、まあ、ステータス高いもんね。まあ、やはりデンジローはね、ちょっと、まあ、強いんですけど、やっぱり F ランクって感じかな。なんで、将来的には、この抹茶の方が強くなりそうですね。そしたら、ですね、中央広場まで戻って、多分これでね、ブンドルドのところに行けるんじゃないでしょうかね。ここ上がって、曲がって、橋を渡って、あの赤い点ですね。ちょっと待ってくれ。後で相手にするから待ってて。ここですね。あ、ここにも一応あるんじゃん。こいついるじゃん。ガーデンの鍵を持っている魔物はブンドルドの手下から特別に選ばれたやつらだ。それくらいの強さでないとブンドルドのやつは安心できないんだろうな。ブンドルドはアンデッドガーデンの入り口に門を3つも作って鍵をかけ上がった。鍵は陥落の霊堂にいる3人の手下が1つずつ持ってるみたいだぜ。いやー、それをね、手に入れてきましたよ。まあ、念押しのここでね、さらにセーブしておきましょう。
あ、なるほどね。あ、こういう風に鍵をね。なるほど。これですぐに会えるのかな？あ、あれ、のちょーらじゃないの？シュシュ？乱れてしまったシュ。ひょっとして人間？もしかして太陽の歌か？シュ？お前のことはリアクター通信でエースから聞いてるシュ？俺は、超マッハ？好きなものは速いもの、嫌いなものは遅いものだっしゅ。俺はレジスタンスがリアクターに残した伝説のプログラムを探して、ここに来たっしゅ。でもリアクターはブンドルドンが独り占め、俺としたことが出遅れたっしゅ。なあ、太陽の歌、ブンドルドンを倒しに来たんだっしゅ。もしかしてブンドルドンを倒してくれるなら、このガーデンの秘密を教えてやるっしゅ。はい。うむ、やってくれるかっしゅ。あったばかりだけど信じてダッシュ。それじゃあまずあの石像を見るっしゅ。あれがガーデンの仕掛けの肝ダッシュ。石像？あの石像実は動かせるっしゅ。魔物たちが動かしてのを見たっしゅ。あの石像を正しい向きへ動かせばどうやら隠し扉が開くようなんだっしゅ。さあ、ガーデンの仕掛けを解いて、ブンドルドの元に乗り込むっしゅ。俺も謎解きに協力するから頑張ってくれっしゅ。あ、なるほど。ここ扉開けてもすぐに会えるわけじゃないのか。石像を2回動かし、目と目を合わせて仕掛けを解け。目と目を合わせる。いや、これやばいのいるから、ここに。これ。しかもなんかやばいのいるし、なんか、結構やばいのいるね。あ、これ逆じゃん。何が起きてんの一体。あー、なるほどね。ちょっとこいつを半時計。これ横だったら、このパターンでもいけるな。ちょっと一回試してみるか。ダメ元で。ちょっと待って、待って、待って。左下をまず時計回しにする。で、さらに右上を時計回し。
え、なんかこれいけないんだけど。ちょっと待って。いやもうちょっとこの戦闘やめてくれよ、本当に。このパターンで良かったの。なんと地下へ続く扉が出現した。いや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 、こんなのすんなり解けるやついるかい。ん？これなんかいる？この部屋はレジスタンスが使ってたんだ。そうだと思うなら本棚を調べてみなよ。この本が可愛いな、こいつ。左下の像を時計回り動かしな。次は、なに、これ書いてあるんかい。これ書いてあるんかい。それ言ってよ先に。普通にマジで30分も考えた。30分も考えたんだけど。ちょっと待ってくれよ。はい。てなわけでですね。石像をね、とりあえず、ちゃんとしたパターンでね、動かすことができて、ただね、多分ね、ほとんどね、多分2、30分ぐらいね、ずーっとね、パターン考えてたんですけど、まあ、実はね、まあ、ここを多分全部調べれば、多分動かすパターン多分書いてあったんですね、これ。いやーね、自分本当に普通に紙に書いてパターン考えてましたわ、普通に。いやー、そりゃーね、時間かかるわね、うん。でね、多分おそらくね、まあ多分ね、もう40分ぐらい多分時間過ぎてるんですけど、まあね、考えてる間はね、多分カットしてるか、多分早送りにしてると思いますので、まあね、そこまでね、多分長くなってないとは思いますが、はい。で、次回はですね、地下に続く階段が出てきたので、そこに入ってみたいなと思います。まあ、その前にね、まあ、あと調べてないところまだまだあったので、ちょっとね、ぐるっと回って、まあ、もしかしたら、まあ、一応ね、ルーラーポイントできたので、一回街にね、帰って、まあ、宿屋にね、入ってくるかもしれません。うん。はい。てなわけで、最後までご視聴ありがとうございました。まだ、チャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方が出てると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。